レオ・ジェームス・レインウォーターは、アメリカ合衆国の物理学者。1975年には特定の各種における、非対称性の測定実績が評価され、ノーベル物理学賞を受賞した。アイダホ州カウンシルで生まれ、父が1918年に大流行したスペイン風邪のため病死すると、一家はカリフォルニア州ハンフォードに移り住んだ。1939年に、 カリフォルニア工科大学で物理学の学位を得ると、ついでカリフォルニア大学に進学した。在籍中はマンハッタイ計画に加わり原子爆弾開発にも携わった。1939年にコロンビア大学大学院に入学し、1946年には PhD の学位を収め、1952年には教授職につき、1982年には プピンプロフェッサーオブフィジクスに就任した。1963年にはその業績を称え、アーネスト・ローレンス賞を、1975年には、オーゲ・ニールス・ボーアとベンロイ・モッテルソンと共に、ノーベル物理学賞を受賞した。1949年、それまでの常識を覆し、各種は必ずしも全てが玉ではないという理論を展開し始めた。この考えは後に、 オーゲボーアとモッテルソンによって進化させられた。ジェームスはまた、X 線の科学的解析についても貢献し、原子力委員会や海軍の研究プロジェクトにも関与した。ありがとうございます。